お主、渦巻ボルトじゃな。どうして俺の名前を？ナルトのことは随分面倒を見てやったんじゃぜ。お前さんはウチハのところのサラダじゃな。お前さんは美月だよ。あ、そう。大野木さんのこと探してるそうですよ。早く五影階段に。いやじゃ、あんなつまらん会議に出るなんて真っ広じゃぜ。そんなこと言われても。どうしても連れて行くというなら、わしの陣頭でお前ら全員塵に。あ、いたたた。あれが陣頭なの？まさか陣頭は触れたものを分子レベルで分解する術のはずだよ。腰が、腰が。ほらよ、聞く。さ、おとなしく私たちと。そんなことよりさ、じいさん。なんじゃい？ちょっとボルト、世界で一番硬い石ってなんだか知らねえか？なんじゃ、そんなことも知らんのか。やっぱ知ってんの？なあ、答え教えてくれよ。どうしようかの。頼む、何でもするってばさ。ああ、ならばわしをしばらく捕まえずに里を案内してくれたら教えてやらんこともないがな。本当？ボルト、おい先短い老人の頼みは聞くもんじゃぜ。ボルトがいいなら僕はいいよ。ちょっと美月まで。よっしゃ、早速案内してやるってばさ。五影階段を放っておいて。あんなもんどうせ大した話じゃねえぜよ。